嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。今回の都市伝説、舞台はニューヨーク。ある事件からさまざまな怪奇現象が起きるようになったと言われるハイホテルなんです。そのホテルにST ロッジが入ってきちゃったんだよね。パンドラの箱が開いちゃったんだよね。今回はこのハイホテルで起きた出来事を解明していきたいと思います。信じるか信じないかはあなた次第です。ST スタジオ都市伝説のコーナー in ニューヨーク、第何段かわからないやつ。イエーイ、わからないよ。ですが今回一番ヤバいのは確実です。なんとですね、はい、もういわくつきの現象が起きすぎて、うん、現在も廃所になっているホテル。何のためにあんの？わからないんですけど、もう数々の情報がもう寄せられてしまっている。その中でも一番怖い話がありまして、まあそれは後々細かく言うんですけど、まあ、簡単に言いますと、セックスピストルズっていう超レジェンド級のバンドがあるんですけど、もう超人気の、そのシドっていう方がいて、はいはい、そのガールフレンドのナンシーって方が原因不明の死を遂げてる。え、このホテルで？このホテルで。僕が調べた時に思ったのが、本当ホーンテッドマンションにそっくりだな。今見た感じもやばかったよ。で、今封鎖されてるエントランスをちょっと目の前にあるので、ちょっと見ていきましょう。はいはいはい、はい、こちらです。うわ、もうえ、ここが封鎖されてるところ、雰囲気がもう鉄骨みたいな、もう全部ガードされちゃってて。本当だっていう、この状況で隣の店とかと比べると、ここだけなんかもうそう、雰囲気がやばいよねって感じが。隣の建物がもうあんな感じで、まあ明るいとして、ここだけも異様な、おかしいよね。うん、これとかもさ、やばい、おかしいな。向かい側から見たらホーンテッドマンション感がすごいんで、あーそっち行ってみましょう。行こう。はい、ということで向かい側に来ました、はい、ちょっとじゃあ全貌を見ていきましょうか。ドゥルンドゥルン、いかつ。ほら、もうハリソンハイタワーやないか、お前。明かりついてんだよね、ちょいちょいついてるのなんだね。いや、じゃあ本当にホーンテッドマンションのモデルなんじゃないかぐらいの。いや、あるね、あるよね、これ超似てるもん。で、この真ん中の部分がハイホテルなんですね。はいはいはい、これ、ここね、トランスの上げが、ここがハイホテルでございます。この上はほとんど電気がついてないんですけど、なぜかここだけついている。それやばい、そこ、ここは絶対やばい、これ絶対やばいから、ね、マジでやばいから。てかもう一番上とかってやばいやろな、お前。一番上は多分あのシェンロンとかが出てくるリアルホーンテッドマンションと 俺だけ撮りたい。アデュー。ニューヨークのこの海外のね、心霊スポットで行くのってなかなか斬新じゃん、ね、ニューヨークだけでもこんなにあるんで、次また海外行く機会があればホラー代表として体張っていかせていただきますということでね、細かいお話は後でしていこうと思います。はい、あと他にもいろんなニューヨークの動画、心霊スポットとか都市伝説上がってるのでチェックしてみてください。お願いします。よろしく。はい、ということで、はい、まあ、先ほど、見てもらったのがチェルシーホテル。チェルシーホテル、すごい怖いからね、本当にすごいんですよ。ということで今回も私が話していきます、はい。お前喋るんだ、席こらバカうざい。バーじゃないの。何しにニューヨーク来てんですか。観光地を歩きに来てる。ありがとうございます。先ほど紹介したチェルシーホテルなんですけれども、これ実はね、あのホテルね、めちゃめちゃ有名なデザイナーがもう4人ぐらい関わってる期待の星みたいなホテルだった。内装とかも本当すごいね。ですが、まあ、ある事件をきっかけにもうゴーストホテルとして有名になってしまい、封鎖に追い込まれたと。その事件がセックスピストルズのシドの彼女ナンシーが亡くなったという事件がありまして、まあ、それをきっかけにいわくつきとなったんですけれども、あ、まあ、数々の都市伝説やってます今。例えば、うん、一番最も殺人が起きたところとか、うん、何万人遺体が埋まっている場所とかやってますけど、はい、今回のところは一番ニューヨークで怪奇現象を目撃されている場所なんです。ニューヨークはめちゃくちゃ心霊スポットあって、まあ、それは同時にね、ニューヨークでは壮絶な背景があったんだよっていうことを物語ってるんです。確かにこの事件なんですけど、まあ、1978年10月13日に、まあ、たまたまそこでね、シドとナンシーがいたんですけど、チェルシーホテルに。そこでバスルームでナンシーが死んでいるというのを目撃したと。まあ、誰かがね、通報して警察が来た時にはもう亡くなっていたと。刺して亡くなってたんですよ。その凶器はシドのものだった。
だけどシドはこの時昏睡状態で倒れてたんですよ。よくわからない怪奇事件が起きてしまった。シドのものとされた理由とかも結構不明なのよ。だからミステリアスというか結構ヤバい事件なんじゃないかみたいな。なんか裏でいろんなものが動いてた。だっておかしな話じゃん、倒れてる人が刺すなんて。だ倒れてる時間とかを調べても殺害される前からちょっと倒れてたんじゃないかってなってるわけ。でまあこれでナンシーが亡くなりまして、シドが疑われるんですけど、まあ、結局晴れるんですよ。でも翌年シド死ぬんです。死ぬの、シド死ぬの。なんか麻薬の多量摂取っていうことなんですけど、まあ、闇が深いのかなと。そういういろいろなミステリアスな背景から逆付きなホテルになってしまったと。見た目があまりにもヤバかったでしょ。アメリカで一番興奮したもん。写真撮る俺らは他人だからこんな感じでいられるけど、ニューヨークの人からしたらあそこ本当にヤバい場所らしいです。でまあ現在はもう廃墟となって廃業しているんですけれども、もしかしたらチェックアウトしていない残った幽霊たちがあなた方を待っているかもしれない。シートベルトは私が締めます。なんですかそれ。ホンテッドマンション。ああそういうことね。はい、ということで今回ホテルにまつわる怖い話を持ってきました。今回話していくのは、はい、エリサ事件っていう。エリサ事件、結構ニュースにもなっていたような結構有名なお話で結構怖いんです、ね、身近で2013年の出来事。2013？ エリサという女性がいまして、まあ、ホテルの、ね、エレベーターに映ったのが最後っていう。エレベーターの監視カメラに映ってる映像が異常すぎて話題となった。もうめっちゃ怖そう。入ってくるや否や変な動きとかをしだして、階段のね、階のエレベーターがあるじゃん。あるね。数値を全部押すんですね。でも怯えた表情をしてる。この時点でまず何かにやらされている可能性がある、まあ、危険性もあると。で、まあ、そのままエレベーターを降りたり登ったりして、まあ、怪奇な行動は続いていて、エレベーターを出ました。まあ、映像は YouTube で検索すればあるので、ちょっと興味ある方は見てもらえます。どんな気軽に見れるの。でもさらっと出てって、もうそこから誰も見ることなく変わり果てた姿で亡くなってしまう。よくアメリカのカリフォルニアにあるセシルホテルっていうところで起きた事件なんですけど、どう亡くなったのか。それ気になるよ。なんか貯水の出が悪すぎる、いろんな人からクレームがあって、あまりにもクレーム多いんで、まあ、この前と一緒なんですけど、調べたら貯水タンクの中でエリサが亡くなっていた。出た、貯水タンク一番怖いよ。何が怖いかっていうと、警察たちと目撃者とか関係者の証言が全く違うっていう。どうそれ。貯水タンクで亡くなってたん でエレベーターの言動とかを見て、警察は自殺を前提に調査をして、ほぼ自殺って感じだったんですね。でこっちはもうそれありえないと、めちゃくちゃ反応してる。こっちはなんでかっていうと、貯水タンクは関係者から行くとわかるんですけど、はしごとかがないと登れないようなレベルだ。なるほど。自分で登れるようなところじゃないと、その中で死体として見つかるなんてありえないと、いろんな意見があって、こっちとこっちでめちゃくちゃ分かれてるんですよ。今も映像見てもらったんですけども、明らかに不可解じゃないですか。そうだね、怪奇的じゃないですか。これ何が一番怖いかって、結局事件免許でした。これこそもうアメリカで言うね、日本は幽霊だけど、アメリカってやっぱ悪魔だ。悪魔だね。これこそ本当に悪魔に取りつかれてしまったのではないでしょうかと。うわ、いろいろとすごいです。でもアメリカのホテルはやっぱ作りとかめちゃめちゃかっこいいじゃん。かっこいいね。まあ、それとは裏腹に実はそういうヤバい事件が眠っているんですね。うわ、絶対このホテルもなんかこのホテルもヤバいかもしれない。もう俺水飲むのやだ。本当に貯水系多い。そういえばシャワーもね、悪かった。うわということで、皆さん海外のホテルに行った場合、水の出をチェックしてみると、もしかしたら貯水タンクで人が亡くなっているかもしれない。信じるか信じないかも、あなた次第です。いやーめっちゃ怖い。アメリカでね、こういうお話するのはね、もうめちゃめちゃ楽しいです。日本もマスターして、アメリカもマスターして、あの世界のホラー代表として。そうですね、ホラーマスターと呼んでください。ホラー野郎、嘘つき野郎みたいな。いやでもね、こんだけいろんな話知ってますんで、このままね、世界的に僕はホラーで有名になっていこうかなって。で、いいじゃないですか、ホラー映画も撮ると。危険バニーマンって。バニーマンじゃねえよ。はい、ということで、少しでもね、はい、お話怖かったな、面白かったなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございました、バニーマンさん。じゃ、バニーマンじゃねえ。こんなふざけてるのに、ボコボコに外品色してるけど大丈夫です。俺も聞こえたわ、実は。これやで、ね、床こんなマット見てるから、そんな響かない。無理よ。ガグーンって言ってる。そうだよ、やばいな。チャンネル登録しないと呪われるかもしれません。常識の壁など壊せよ、もしならばこの手で
もの